悪徳墓石屋さんにご用心。お金だけ持って逃げちゃいますよ。金箔が拭いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が天職永田光希でございます。2019年8月16日今日は木曜日ですね。実はですね、先ほどですね、お客様からちょっと話があったんですよね。仏壇屋さんって、実はうちの墓にね、こう名神宮だとかよう入ってくって、でけリフォームは頼もうかと思って電話したら、そこ通じらんつたよなって、やっぱそこへ電話してよかろうかって、でそういうご相談があったんですよ。で私言いました、やめたがよかです、まいて、でちょっと見せてくださいって、ああこれは鹿児島の業者さんじゃなかですかって、で私実は知ってるそこで、そういうでお客様ってこういう人たちはですね、計画的に倒産させていくんですよって、でまた次の会社で、だけその時にはだからそういうところはやっぱ頼まんがよかですばいって、もうこういうことですね、まあ、こっちは書いてありますけど、まあ、悪徳石材店にご用心って、やっぱですね、お客さんって熊本に店のあるですね、やっぱ墓石屋さんが無難ですよって、そういうところはですね、すごく安い値段とかを言ってきますけど、仕事はさっさんかったりしますもんねって、あと手抜き工事ですから、もう墓石のリフォームですね、あと新規、やっぱそういうとこあんま頼まない方がいいですよということでですね、もうお客さんに言いました。何さまですね、約束を守らないとかですね、ですから、まあ極端に言えばですね、もう県外で入れなくなってこっちに逃げてきてる人もいるんですよね。それとかあと、もうずっとですね、お店をして、まあ1年2年やってそこ潰してまた新しい店を作ってみたいな感じでですね、ぐるっと回っていくとかですね、ですからもうお客様って、まあそらもう墓石屋さん、リフォームいいことですと、お墓をですね新規されるいいことですよと、ただやっぱよかったらはですって言って、熊本にちゃんと昔から店のあるお店とか、あと近所でちゃんとやってらっしゃる方の方がいいですよっていうことはもうお伝えいたしました。やはり墓石屋さんって意外とですね、もう簡単にできるんですよね。例えば石材店に勤めてた営業マンさんが独立してですね、自分のプレハブ、自宅にプレハブ1個建てて、もう受注を取って中国に発注して、で業者さんにこれ作ってって感じで作って、もう簡単にできるそうなんですよ。ただやっぱそういうところ意外とポコポコ潰れたりしますですもんね。ですからやっぱある程度長くやってたところがいいんじゃないですかねという話でございました。ですからまあこれからですね、まあお盆で特に今ですね、消費税の駆け込み需要の前でですね、墓石今がお得ですよとか言うてくる業者さんがいらっしゃいます。ですからもうそういうのがご用心されたがいいですよとのことでございました。はい、まあ、すいません、まあ、つまらない情報でございますが、皆様の何かのお役に立てれば幸せでございます。皆様の開運ご発展、心よりお祈り申し上げます。